どうも010コーヒーチャンネルです。アーマードコア6続きやっていきたいと思います。ミッションかな。トレーニング残ってるね。タンク行きましょう。あ、広い。装甲と積載性能に優れている。射撃反動も吸収するため構え発生させずに重火器が使える。まあやっぱガチタンクですね。ダーホン、ガトリング両手持ちか。あ、遅い。弾幕ドリフトターン。クイックブースト直後に向きたい方角に入る。全然あれだね、タンク食らわんね。あー、タンクいいね。あ、ガトリングガンはあれか、弾かれますね。ガトリングここまで接近しなかったのか。めっちゃ食らってしまった。以上。ガトリングガンはちょっと削り切ってからガトリングか。バーティカルミサイル。あら、また追加された。今使ってたやつか。バーティカルはいいよね。300重いか。重いですね。ダメですね、これ。詰めませんな。しゃあない。やむなし。トレーニングはなんだ。高等傭兵検定、状況対応能力の高いはず。ちょっとこれは、あ、パーツはでも欲しいな。自分の機体で行くのかな。多くの状況に対応できる機体を組み、適宜変更を加えていくことが高等傭兵に求められる。 OK。 はい、開いたー開いた。全然外した。シールドは省いたか。
よいしょ、あ、ハハハ、単発打ってまたなんか当たるか、よし、食らいやがれ。弾かれてるね。対応力、あ、すべてのトレーニングをクリアしてしまった。通信が入っています。なんだ。高等傭兵検定の突破おめでとうございます。いや、ありがとうございます。あなたはすべての教習項目を修了し、その技能を証明されました。ありがとうございます。登録番号 RB23、識別名レイブン、はい、オールマインドはあなたのさらなる活躍に期待しています。どうもどうも。ん、そんだけエンブレム、え、そんだけなんかくれよ。じゃあどっか貼っとくか。これか、なんか検定クリアしましたって貼って、期待に貼ってんのダサいけどね。そしたらば行きますか。よし、行きましょう。戦闘ログ回収、MT 残骸から最低5件の戦闘ログ回収、時間制限あり、回収したログに応じて報酬化される。安いなこれ。施設潜入調査、坊主第二高所潜入、通信途絶原因の調査。面白そうこれね。安いでしょ、なんかあるよねこれ。これはアサルトブースト性能上げとけ的な感じかな。まあ、行くだけ行ってみますか。621、仕事だ。はい、レイブンに伝達。ベイラム同盟企業ダーフォンからの依頼だ。はい、我が方はアーキバスの強化人間部隊ベスパーについて調査している。うん、今回の調査対象はその第四隊長ラスティ。あら、共闘したよ。対象が壁越えにて進行した領域を洗い、撃破された残骸から戦闘ログを回収してもらいたい。俺のログじゃねそれ。なお、壁は現在アーキバスが掌握し、同社 MT 部隊が駐留する調査拠点となっている。よって本作戦は連中の主力が配置替えを行う間隙をついて決行されなければならない。限られた作戦時間内に十分な件数のログを回収する。はい、これが今回の依頼内容だ。ガンズ13レイブン、迅速な遂行を期待する。はい、となると、まあ、でもこれしか持ってないからね。行きますか。621、そろそろルビコンにも慣れてきただろう。たまには打ち合う以外の仕事もしておけ。はい、打ち合わないのかこれ。メインシステム戦闘モード起動、ミッション開始だ。周辺の機体残骸を探り、ベスパー4ラスティとの戦闘ログを回収しろ。はい、それだ。621、解析はこちらで行う。戦わない方がいいよね。一方的な戦闘、残骸から抜き取ったシステムログ、機体の制御状況が確認できる。 FCS がフル稼働していた形跡が見られるが、まるで敵を捉えられていない。ベスパー第4隊長ラスティの速度に翻弄された極めて一方的な戦闘だったようだ。はい、
ベスパー砲の実力を示す情報にはなるだろう。はい、うわ、撃ってくる。あれか。開いたー。すぐスタックする。どこだ、どっから撃たれてんだ。前か。あーうち。くそー、情けなし。スティールヘイズ、残骸から抜き取った映像記録、機体構成が確認できる。シュナイダー製高機動フレームを軸に手数や速度で優れる武器が傾向。実弾兵器も使いこない。あ、ベスパー部隊はエネルギー兵器なのか。有用な情報だ。調査対象の蒸気構成が見て取れる。ほら、同士との会話。残骸から抜き取った通信記録。ベスパー上位にかなうわけがない。死んだな俺ら。でもツィーが非番だったのは良かったよ。みんなの妹分だしな。あの子は戦場に出るべきじゃない。ちゃんと恋をして幸せな家庭をさ。ルビコンでそんなことができるの。価値のないログだ。価値ない、ね、価値ないけどいい話。貴様、ここで何をしてる。これ俺がやったやつよ。残骸は終了だ。どうだかもしれない。痛い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 。敵機との通信思考し磁石。興味深い内容だ。高値がつく可能性がある。いやいやいや、え、売るの。あとはあ、いけない。いけないよ。残り時間を意識しろ。戦闘は回避するか、手早く終わらせることだ。ログがないぞ。下か。あった、あれか。そこの AC。私たちの同志じゃないね。はい。そうだね。あ、待てAC じゃねえか。通信記録。暗号通信を解析しようと試みている。時がキラ・ファーロがエルカの技術を強る。それでは隠し通さなければ。ラスティは相手をするのに時間はかけるな。目標達成を優先しろ。もう抑制を達成したよ。お前らはいいのかよ。そう。ああ、ミスった。あ、シールド持ってんのかよ。ほら、めっちゃ怒ってるね。ほら、ここまでだ。あー、くそ。やらしてくれ。くそ、あとちょっとだ。あとちょっとなんだ。くそ、あとちょっとなのに悔しい。ルビコニアを始末し損ねた。そう、悔やまれるな。追加報酬をもらいそびれた。あ、2件。ガンズサーティーン・レイブン、貴様の働きでベスパー4の情報が多少は集まった。
ミシガン総長にも報告しておく。よろしくお伝えください。もう一点、自己紹介がまだだったなそうしていただけるんですね。俺はコールサインガンズ6レッド。ガンズ6なんだ。精鋭部隊レッドガンの末席に名を連ね、貴様のような独立傭兵の相手をしている。これからも使い倒してやるから覚悟しておけ。ガンズ4死んだけどね。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。お、機体 OS に対する強化権限が付与されます。何ですと。もう一点、オールマインドはあなたを戦闘技能検証プログラムアリーナへと招待することを決定しました。アリーナは登録傭兵の技能向上支援を目的とした仮想戦闘シミュレータです。ルビコンにおける傭兵の格付け、それを測る一つの指標となるでしょう。素晴らしい。ふるってご参加ください。参加しましょう。 OS チューニングってなんだ。 OSD チップを消費して機体 OS 強化し、機能の回帰や性能向上ができます。はあ、ははあ、ブーストキック。あ、マジでキックできんの。肩上の武器ハンガー機能解禁。へえ、5っぽいね、この辺ね。ウェイトコントロール。ああ、なるほどね。あ、ここでパージができるわけね。マニュアルエイム。あ、マニュアルエイムいらないですね。昔はやってた。いや、違うな。やってないね。クイックターン。これもいらんな。アサルトアーマー、来たー。パルスアーマー。ああ、どっちも捨てがたいね。パルスプロテクション。ターミナルアーマー。機体 AP 限界で自動発動するバルス防衛機。自爆ってこと。実弾武器射撃制御調整。この辺は大事ですね。不動制御調整、ダメージ上昇ね。はい。アリーナは OST チップと機体データエンブレム獲得可能。あ、お金は、お金ももらえますね、もちろん。再開がインビシブルラミー。え、すげえ武器持ってないこいつ。なんだろうね、アリーナの最下位はみんな地雷誤調みたいな感じですね。色が黄色だよね、なんかね。ちょっと一回やってみましょうか。そうね、プログラム上だから死なないのね。戦闘技能検証プログラムアリーナへようこそ。オーバードウェポンじゃん。最初の対象は AC マットスタンプ、識別名インビンシブルラミー。バランスの悪い機体構成ですね。おいや。あ、近い近い。当たってる？弱いなこいつ。来たー、かっこいい。デストロイ。目標の撃破を確認。爆発までシミュレーションして。検証を終了します。お疲れ様でした。すげえブレードの範囲広いね。ベリファイドチップに1分かかんなかった、ね、じゃあチューニングしますか。ブーストキックめっちゃいいよね。でこれはあんまり肩武器潰してまではアサルトアーマー、これもいいね。パルスプロテクション、空間設置型のパルス防衛、まあ、地味に 3% 向上とかもいいけどね。ダメコン、これもいいね。まあでもブーストキックちょっとロマンですよね。で、あ、これ2か。アサルトアーマーいっときますか。じゃあこれでちょっと試そう。これまた世紀末っぽい機体ですね。ゲリラ指導者の一人、グリッドの建造に関わる直行、携わる職工であったが、コーラルとの共生及び惑星封鎖の打破を掲げる。シフ・ドルマヤンの思想に共鳴し、解放戦線に加わった。だな。パイロット適正に恵まれなかった。かわいそう。
来いや。戦闘技能検証プログラムナンバー28ランク F。 今回の対象は AC バーンピカクス、識別名インデックスダナム。左手は武器腕か。検証を開始します。バズーカか。アサルトアーマーってどうやってやるんだろう。これぐらいは勝てないとね、ガンソレイブンとしては。ベリファイ。機体データが、あ、機体データもいただけるのね。じゃあ、次で、これね、射撃、実弾兵器使ってますので。あ、何これ、アサルト、あ、これでつけないといけないんだ。どうやって使うんだろう。ちょっとテストしたいね。アサルトアーマー、アサルトアーマー、 R と Y でコア学習、 R と Y。 いやこれ押せんよ、指足りんわ。アサルトアーマー、あーすげえ、なんか放熱してる、めっちゃすげえ放熱している。あ、1回しか使えないのかな、もしかして。1回しか使えないかも。どうやって押すのよ。近づきのアサルトアーマーって感じか。すごい F91 みたいになってる。じゃあちょっと威力オーバー見ようか。じゃあいきます。アーマー、あ、いきなり、あ、あとブーストキックはどうやるんだろう。体当たりするだけじゃダメよ。あ、やったで、あれ当てにくい、当てにくい、めっちゃ。そうでもないね、狙っていくほどじゃないね。ミッション坊主第二交渉調査、潜入と破壊かな、違う、原因調査か。621、仕事だ。はい。依頼主はルビコン解放戦線。ブリーフィングを確認しろ。あら、敵だし、敵ですよ、私。壁の喪失は、我々にとって手痛い一撃だった。すいません、私がやりました。だが、あなたは企業の犬というだけではない。そう信じ、協力を要請させてもらった。私が壁潰したのよ。メリウス地方における MT 製造で知られる。ボース第二交渉の調査だ。ボースは顧客を選ばない。我々の戦力維持には欠かせない企業だ。その彼らの第二交渉がアルバを境に突如として音信不通になった。ただの回線不調なら見て帰るだけなのだが、なんというかストライダーのこともあり、内部でも慎重ストライダーも私ですよ。身内の恥を晒すようだが、あなたの助力をもらえると助かる。俺なんだよね、大体。621、一つ助言を送ろう。はい。不測の事態を予測しろ。いいセリフですね。なんかあるね、これは。メインシステム、戦闘モード起動。なんかあるよ、これは。ミッション開始だ。ボ
ず第二交渉の調査を始める。はい。周辺を確認しているが、機影一つ映らん。一体何があった？全然スキャンで映らん。次どこ行けばいいの？中か。どこ行けばいいの？うわあ、危ねえとこが現れたよな。下か？アウチ。なんだなんだ。621、車線から位置を特定しろ。そこだ。いってステルス？ステルスですね。なるほど。MDD 方式か。MDD 方式か。距離を取られたらまた見失うぞ。見失った。あ、めっちゃ離れてる。方式ほら、あは、飛びすぎ飛びすぎ。いやいや、すぐ見失いに暗号通信。こいつが交渉を一夜にして落としたのか。どこだ。621、調査を進めるぞ。あ、やったか、やったの。嘘、仕留め損なったよ。仕留め損なったと思うんだが。狙われているぞ。狙われている。どうだ。同型のステルス機体か。距離を詰めていけ。621、ヒットしたか。マジか。スキャナーを使え。あ、なんかいい武器持ってんじゃん。残り 50%。 くそ、ロックオンできん。ロックして、ナイショー。不明機体を撃破。やった。先に進め、慎重にな。ステルス迷彩もあるのか。一っ子一人いない。図面によると工場の採用は巨大な貯水槽になっている。え、やだね。何か待ち受けているとすればそこだ。やだよ。621、嘘。あー、近い近い。ほら、近いな俺。ほら、息はやったね。
ーくそ。ん ?3 体残り 50%。 よいしょ。はいはいはい、あーくそ。全然スキャンできない。あら、そっちか。あー、クソ。誰？よし。あー、間違った。致命的やな、間違うの。とどめ。やったか？片付いたか。片付いた。進むぞ、621。水槽やだな。やだよ、広いところ、広いところやだ。スキャンでいいじゃん、スキャンでよ。間違いない、この液体はなんすか、コーラル。微量だがコーラルが混じっている。地中脂脈からの輸出現象。何？油田みたいな。来た、来たぞ、来た。上、上か。囲まれとるやないかい。マジか、上か。あそこ、いや違うな、ここか。痛い。あー、なんだそれ、なんだそれ。土偶みたいな、土偶みたいなやつがいる。無知、無知みたいな攻撃だったね。悔しいな、あんなのにやられるのは。これはウォルターさ、コーラル反応か。高台取られるの良くないと思うんだよ。上に行っていいかな。あ、行けないね、上。なんか高い位置にいるよね。3機、いや、4機が。あ、ほら、やっぱり数が多い。張り付いてる。621。惜しい。バルスの浜を展開している機体がいる。こいつは守りが固い。こいつか、先に丘を落とせ。こいつか。そいつじゃない。一個やっつけたね。こいつはパルスアーマー。パルスアーマーじゃない。押す。上。これパルスアーマーじゃね。もう一機どこ行った？お前じゃねえんだよ。危ない、近づいたら危ない。上か、ここも。どこいる、もう一機。痛い。よいしょ、あそこか。残り 50%。 ロックオンしてくんねえんだよな、そこだ。
これパルスでしょ。ここだ。よし。あと2機か。もうパルスやるか。うわ、待った、まずった。いや、ダメだな、これ。どうやってパルスアーマー剥ぐの？あれか。これか。くそー。何この土偶戦士みたいなやつ。小島じゃん、小島。ちょっと相性が悪いかな。パルスどうやって削るのよ。降りて確認しろ。そんなこと言うから。壁にひっついてたね。ここにいたよ。いた。見えねえんだよね。そいつじゃない。そいつじゃない。そいつじゃない。パルスが見えてるからか。高い位置にいるな。ああ、当たったか。マジで。うわ、お前じゃないんだよ。マジかよ。こっちか。違う、お前じゃない。一撃撃破。後ろにメックいる？足元か。もうそっちにロックが持ってかれる。そこか。いい、お前じゃないんだよ。じゃないけど、こいつにこれを食らわしたい。食らえ、おらー。よし、おらおらおら、吐いたぞ。また復活しやがったよ。削りきれないよね、私の武器が。サーベルか。いや、これきついな、あれ。ああ。やべ。あとちょっとか。よっしゃった。あらー。やったか。やったぞ。マジか。勘弁してくれ。あー、惜しい。くそ。ザコゴトキヒーサーベル。いや違うな、被弾しすぎですね。これはウォルターさん、なんで下に下ろすんすか。あんなとこに。よいしょ。もう一個はこの辺だったね。あー、超お前じゃない。どこ行った。こっちか。なんかプラズマリーダーみたいなのが
そっちだ。あれ、いない。いるやん、ここに。ほら、もう一丁。お前じゃないけど、やっつけた。よし、あとは畳みかける。よいしょ。よし、来た。よい、殺せ。当たってない。うっそ。いや、でも削れてる、削れてる。あ、ヤッコさん。あー、くそ。あー、捨てよ、ペン。あ、当たるか。どうだ。今ごちゃごちゃだったけど。よし、来た。ほら、やった。かっこいい。どうやら片付いたか。ちょっとウォルターさん指示が。意地悪いですよ。優しいけど、いや、命がいくつあっても足りないぜ。 お茶会。しばらくぶりだね、ウォルター。なかなか元気そうじゃないか。新しい強化人間を連れてるようだが、617たちはどうした？知りました。仕事をしたさ。おかげでルビコンまでこぎつけた。そうかい。新入りの様子は？悪くない。だが第4世代は不安定だ。必要な仕事とはいえ、負荷は極力下げておきたい。そちらの守備はどうだ？友人の残した情報が見つかったよ。ウォッチポイントに望みのものはある。ウォッチポイント。戻ったか、621。いや、死ぬとこでしたよ。ボス第2交渉で発見したコーラルの流出現象についてだが、あれは地中脂脈からわずかに染み出たものだ。あの井戸は放っておけば枯れていく。俺たちの目指すコーラルではない。それからお前には次の仕事を送っておいた。これは企業や解放戦線からの依頼ではない。ブリーフィングを確認しておけ。メインの仕事か。ウォッチポイント襲撃。あ、さっきシンダーが言ってたんですか。SG 部隊排除。最大制御センターにある制御装置の破壊。ヘリが出てくるんじゃないのか。大丈夫か。あ、G6。ガンズ6か。レッドガン6番手。木星戦争における総長ミシガンの騎士のごときユーモアは、報道映像を目にしたレッド少年に人生を変える衝撃を与えた。あ、こいつあれだな。レイブンらしからぬ理由でレイブンになってるな。ダメだね。この世界ではそういうやつは死ぬぞ。戦闘技能検証プログラムナンバー27 F ランク隊最終検証です。あ、そうなの。今回の対象は AC ハーミット。識別名ガンズ6レッド。検証を開始します。いい機体構成だね。システム戦闘モード。どっから来る。そっちか。ほら。そして、あ、ちょ、あれかっこ悪い。
メートルとサーベル当てにくいな。リペアない。とどめじゃ。外した。死ぬ。どこ、どこ行った。あぶねえ。いやギリ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 。目標の撃破を確認。これでちょっと欲張ったね。エフラン機体の検証を終了します。お疲れ様でした。背中からやっつけたね。危なかった。リプレイ見れないのか。なんかパーツもらえないかな。エフランク隊の突破おめでとうございます。なんかください。あなたの傭兵としての成長、その案内ができていれば幸いです。幸いと思ってないね。オールマイトは全ての傭兵のためにあります。あ、なんかくれよ。ウェポンハンガーは特にいらないかな。マニュアルエイムもきついよな。アクセス速度向上、まあ地味にありがたいね。非ダメージ 3% 減少、これかな。あ、これって解除できないのかな。一回こっきりか。選ばんといかんね、これ。とはいえこれはつけてもいいかな。ダメコン、これはいるね。何の新商品が出てるんだ。詰めないのよ。あ、待てよ、こっちにはバーチカルミサイル詰めるのか。こっちには詰めるね。重量機体級が詰めないのか。これ買いましょうね。これでいいよ。ちょっと右手武器をもうそろそろなんとかしたいな。アーストライフ、レーザーハンド、これかな。リニアライフ、これで行ってみますか。これでどうよ。めちゃくちゃ開くね。バーストって三連射ってことか。三連射だね。どっから装填してるの。一旦ここで休憩しますかね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。